ようございます。テレビ滋賀プラスワン中倉真理子です。どうも桂光雀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。光雀さん、はい、2020年、うん、令和2年がスタートいたしましたね。始まりましたね、はい。まあ、今年もあの光雀さんとタッグを組みまして、はい、明るく分かりやすくお届けしていくとともに、はい、プラスワンの食いしん坊代表としまして、あの滋賀の美味しいものをねたくさん見つけていきたいんですが、お願いします。はい、光雀さんは抱負とかはいかがですか。今年もね、うん、売れよう年間が続いておりましてね、もう5年目になっておるんですけれどもね、はい、一向に売れる気配がございませんけれどもここからでございますんでね。そうです。県民の皆様よろしくお願いいたします。上り調子で行きたいと思いますけれども、はい、まあ、今年も頑張ってね県政や滋賀県の魅力についてお伝えしていきたいと思います。で、光雀さん、テレビ滋賀プラスワン今年で始まって何年になるか分かりますか。いやー、それは知らないですね。これはですね、知っていただきたいと思います。2014年、はい、平成26年4月に始まりまして、もう6年になるんですね。もう6年も経っちゃいましたか。はい、あっという間でございますね。いました、はい、今年 もう楽しく番組をね、そうですね、お届けしていきたいと思います。はい。さあ、そして新年最初のプラスワンは、うん、新春知事対談をお届けしていきたいと思います。おお、そうですか、はい、もう知事が一発目からご機嫌を伺おうということでございましたね。はい、お話をお伺いしております。はい、対談のお相手は滋賀ふるさと観光大使の西川貴教さんです。まあ、これは盛り上がるで。滋賀ふるさと観光大使は滋賀県にゆかりのある方々がそれぞれの活動を通して滋賀の魅力を広く国内外に発信し、滋賀県のイメージアップにご協力いただくことを目的にスタートしたものです。西川貴教さんは2008年に滋賀ふるさと観光大使に就任され、さまざまな機会で滋賀県の魅力を発信していただいています。2017年に東京日本橋にオープンした首都圏発信拠点ここ滋賀のオープニングイベントや、2018年観光キャンペーン虹色の旅へ滋賀琵琶湖のオープニングイベントにも参加して盛り上げていただきました。そして、滋賀ふるさと観光大使就任の翌年から始まった稲妻ロックフェス、2009年から毎年草津市の烏丸半島で開催されている大型野外音楽イベントで11回を数えます。このフェスは単なる音楽イベントではなく、水の未来に声をあげろというスローガンのもと、地域振興と琵琶湖の環境保全のために開催されています。イベント収益の一部を滋賀県に寄付いただき、これまでに2600万円以上を寄付していただいています。その寄付は増えすぎた水草や外来魚を減らす取り組みなど、琵琶湖の環境を守るための活動に使っています。7月1日琵琶湖の日には清掃活動にも参加していただき、去年は放流用ニゴロブナの稚魚40万尾を滋賀県漁業協同組合連合会に寄付いただきました。うん、もう12年も観光大使を務められて、はい、で稲妻ロックフェスも11回を数えるということで、もう長きにわたって滋賀を盛り上げてくださっているんですよ ね、本当に名前だけの、ね、観光大使の方もいないことはないんですけど、あれだけ一生懸命熱心に県のことをやってはる方はね、また珍しいと思うんでね、ありがたいと思いますよね。そうですよね。うん、まあ、そんな西川さんと三日月知事の対談なんですが、稲妻ロックフェスが担ってきた滋賀県での役割についてお話が盛り上がりました。ふるさと観光大使に、まあ、着任してから、はい、本当にいろんなご縁を皆さんにこう紡いでいただいて、11年やってこれたので、本当になんかこう、うん、楽しいことばっかりでしたね。いや、特に高校生とか、うん、中学生とか例えば農業高校の生徒とコラボしていただいたり、はい、やっぱりこう次の世代にずっとつながってきてることも実感してるので、それも嬉しいですよね。いやいや、なんか考えるともうだって最初の頃稲妻に、
来てくれたりとか、始めた頃に小学生や幼稚園生だった子たちがもうみんなに大きくなってね、そうですよね、いやこれはちょっともう本当にもう言うてる間に多分それこそ稲妻に来てくれたみんなが今度は稲妻を運営したりとかね、あいいですね、っていう立場で、ね、県の方に入ってきてくださったり方もフェスの前日にはね小学生相手に会場の案内とかしていただきますよね、はい、いやでもそういうふうにどんどんなってくると思うんで、ありがとうございます、それこそこうなんかデジタルネイティブじゃないですけど稲妻ネイティブのみんながこれからどんどん増えて、はいはい、そういう意味で令和も、2年になりましたけど、はい、うん、令和の滋賀に期待することっていうのは何か大使ありますか。いやもうでも本当に特にやっぱ地元の活性化を本当に肌で感じますし、うん、でやっぱりこう活気のある県っていうところが、はい、すごいやっぱりこう三日月知事のそのやっぱりこう若い世代になって、うん、そういった活気をやっぱりこうどんどん滋賀県に呼び込んできてくださってるイメージがすごくあるので、うん、それこそ僕自身もこの10年で最初やっぱり滋賀県って多分こう、うん、それこそ普段東京で仕事をさせていただく機会が多いんでお話してもなかなかこう滋賀ってどこでしたっけが随分なくなった気がすごいです。いやおかげさまですよそれは。いやいやいや、はい、ねえやっぱりその大使が稲妻ロックフェスやっていただいて、そしていろんなテレビ番組やいろんなイベントごとで、はい、滋賀出身です滋賀の船寿司って知ってるとか、ね、琵琶湖ってこんな状態になってるんだよっていうのを発信していただいてるおかげさまでもあるので、うん、はい、僕らそういうのは大事にしたいし、今回例えばスカーレットで、うん、芸術家の役でしたよね、はい、はい、そうです、やっぱり芸術とか文化とか信楽焼っていうものもそうですし、女性陶芸家っていうのもそうなんですけど、うん、やっぱりこの文化芸術っていうのにもう一回こうスポットライト当ててですね、うん、そういったところからこう人生豊かにしていくというか街を元気にしていくというか、これやっぱ大使の存在もぜひ大いにちょっとこうある意味では使わせていただいて、いやいや一緒にもちろんです盛り上げていけたらいいなと思ってるんですよ ね、 そうですね、我々がねもうずっと申し上げてるのはもう県の皆さんが等しく皆さん楽しくなっていただきたいし、ね、喜んでいただけることってことなので、それは大使ずっとおっしゃってますよね、はい、稲妻ロックは烏丸半島のあそこでやるけれども、うん、ぜひ県内各地でそうなんです、繋いで繋がって盛り上げていきたいというのを言ってくださってるん で、はいはい、そこがねやっと理解皆さんもしてくださって、うん、でそういう意味ではどんどんとじわじわとそういった間口も広がってきてる気がするので、そうですね、はい、そういう意味で大使2020年令和2年なんで、はい、お聞きしたいなと思うのは、はい、稲妻ロックフェスの今後の展望とか、そうですね、大使の、まあ、ジョージ藤川西川貴教これからのこうなんかこう戦略展望っていうのはどういうふうに描かれてはんのかなと思って、はい、そうですね、やはりこうこの10年11年間のこの一緒にやらせていただいたイベント運営で、うん、これその稲妻ってこの2日間だけじゃなくて、はい、例えばまあ派生イベントも増えてきました、うん、で徐々にそうやって取り組みが広がってきている中で、うん、県の皆さんとまあそのとのつながりもどんどん増えてきましたし、そうですね、そういった意味では、うん、最初に冒頭申し上げましたみたいにこうやっぱり他のねそのやっぱり行政の皆さん他の地域の行政の皆さんがすごい興味を持ってくださったりとか、うんうんうん、ってことをなんかどんどん我々もその抱え込んでこれはもう滋賀のもんやじゃなくて、うん、こう良かったこんなに我々がよくできたことを逆にもっともっと皆さんにこうなんかねお伝えしていって、でもっとより良い関係を今度はこの空気感をね、それこそ日本の中心に我々滋賀県あると思ってるんで、うんうん、これは日本中にこの空気感伝えていって伝えたいですね、地方創生みたいなものをねもっともっとつなげていって、なんかそういう意味でのなんかリーダー的な存在に、うん、あ、いいですね、我々滋賀県がなっていきたいなというふうに思いますしね、いやぜひモデルになりうると思いますし、うん、大使が稲妻ロックフェスで掲げてくださってる水の未来に声を上げろっていう、はい、メッセージはまさに世界がこれから人口増えてきて、うん、水需要増えてきて環境問題
もっと大事になってきて、こういうことに滋賀県は琵琶湖は率先して取り組みますよと、うん、ぜひ皆さん滋賀琵琶湖の取り組み例えば学んだり広げたりしませんかっていう、そういうメッセージにもつながると思うので。そうですよね。やっぱり今せっかくこうやって機会をたくさんいただけているので、うん、その他のね、その県内の、いろんな市や地区みたいなところでちょっとそのまた思考の変わった、うん、世代の幅広い年齢の方々が楽しんでいただけるような催しを、うん、これからもっともっと滋賀県で作っていきたいですし、ね、はい、いやその時にね、龍神風神、うん、ステージがあるじゃないですか、はい、若い人たちが次、うん、メインに行きたいっていう人たちがやるステージ、うんうんうん、あれもすごい盛り上がってるんですけど、それを見てた僕らの世代もうちょっと上かな50代ぐらいの、はい、俺昔バンドやってたんやけどはい、はい、あんなんもっと俺らの世代もなんかこうチャレンジさせてもらえたらええなみたいなこと言ってる人がいて、いいですよね。だからその世代って意外にこう若い頃学園祭でやってたとか、ビートルズやってたとか、はいはい、なんかね西川さんに大使にすごい刺激されてる世代がいるんですよ。だからそれがこう音楽やったりステージに立ったりね、シャウトしたりすることでまたこう健康な、いやね、そうなんですよね。なんか日本ってすごく寿命が伸びて、多分滋賀県なんかもね、その長寿で結構ね、ですよね、はい、全国的に見るとやっぱりそのなんとかその長寿なんだけども病気になられる方が多かったり、うん、でもこれはせっかくだったら健康寿命を伸ばしてね、うん、そうなんです、もう健やかな状態で一緒に暮らしていただいて、うん、より長くより楽しんでいただきたいと、うん、そういった意味では滋賀県って本当にね、はい、なんかそういった意味でも、うん、そこのこう先陣を切って皆さんにこうなんかこうここをモデルにしようって思ってもらえるようなね、県になんか我々が一緒に作っていければ、ぜひ、ね、はい、それこそインフラいろんなものはもう知事の方で、僕はもうソフトの部分で、はい、心のケアみたいな、いやいやいやそれぞれの役割でなんか引き続きこの関係性もっともっとよりね、なんか濃密にいろんなことさせていただければなと思いますので、はい、お願いします。この旅で、滋賀ふるさと観光大使も12年目に突入ということになりまして、干支も一つ体験することができました。これも本当に支えてくださる県民の皆様一人一人のおかげだと思っております。ありがとうございます。僕自身ができることはささやかでございますが、三日月知事含め県職員の皆さんや、地方行政の皆様と一緒に、滋賀県のよりためになることや皆さんが豊かになることをこれからも進めてまいりますので、応援のほどよろしくお願い申し上げます。令和2年2020年が始まりました。オリンピックパラリンピックもある都市ですし、自然災害がない都市であるようにお祈りをしたいと思います。ぜひ皆さん、スポーツで文化芸術で環境を大切にしながら一緒に盛り上げていきましょう。健康滋賀への挑戦です。豪華な対談でありましたけども、はい、こうちゃくさんいかがでしたか。いやいやいや、まあね、その知事がもちろん県のことをね一生懸命やらはんのは分かるんですけど、西川さんがなんか自分の仕事もありながらまたね、県のことをいろいろっていうのがやっぱりすごいな思いますよね。そうですよね、うん、しかも大スターなのにこの滋賀への愛を語るときはすごく親しみのある感じがして、身近な感じがするんですよね。ね、地元愛溢れてますよね。そうですよね、うん、で地方創生のねリーダー的存在に滋賀がなっていけたらなっていう頼もしいお話もありましたし ね、うん、これからもねご活躍して期待したいです。力を発揮していただきたいと思います、はい、さあ新しい年未来へ向けて頑張っていくといえば、番組でもお届けいたしました滋賀県子ども県議会です。最後の活動としまして子ども県議会が開催されました。これから子ども県議会を開催します。でよろしくお願いします。子どもの権利条約が保障する子どもの意見表明権を踏まえ、子どもが県政などに対する意見や提言を積極的に表明できる機会、子ども県議会が12月滋賀県議会議場で開催されました。
夢や目標を持つ子どもを増やしていくために、例えば自分の夢を見つけやすくするために、全ての学校に毎年15種類以上の職業の方に来てもらえるようにします。これは地域体験活動、議会勉強会などを経て自分たちで考えた提案や提言、子ども宣言として知事や滋賀県の各部局長に発表するものです。この日は今年任命された小学4年生から中学2年生までの50人の子ども議員が県議会の議場に集まり、質問や提案をしました。滋賀の13市局長、そして琵琶湖の計25擬人化したキャラクターを作り、バーチャル YouTuber ユニットを作るのはいかがでしょうか。ご当地 VTuber ユニットの提案のほか、ポイ捨てをなくし環境を守っていくための提案や、滋賀県を有名にし世界に知ってもらうための提案、ペットの殺処分ゼロの滋賀にするための提案などもされました。そして最後は子ども宣言の提案です。私たちは殺処分ゼロを目指し、罪のない動物から命を奪いません。私たちはお年寄りや障害のある方を一人にしないことと、不自由がない生活を送れるようにするため積極的に手を差し伸べます。私たちは滋賀の食べ物を県外の友達などに勧めて美味しい食材を広めます。私たちは夢を持ち、それに向かって全力を尽くします。私たちは無駄なものを絶対に買わない、ポイ捨ても絶対にしない、これらのことを誓う。私たちは犯罪のない安心安全な滋賀県にするために、地域の人たちと助け合います。私たちは何か困っている観光客の方がいたら積極的に声をかけ助けます。全会一致で子ども宣言は可決され、20回目の子ども県議会は終了しました。より良い滋賀県づくりに貢献していきましょう。すごいね、俺があの年あんなこと考えてなかったわ。私もです、ね、いや最後の提言聞いててもね、もう、はい、ほんまにごもっともなことをね、うん、ああやってこう正面切って言われたら大人もピリッとしますしね、うん、またこの将来を思うと心強いですよね。そうですね、うん、改めて大人が気づかされるところ、よく視点を持ってね考えているなと思いますよね、はい、うん、勉強になってると思う、またこの子たちのね、はい、うん、発表も堂々としていました、はい、本当にいい取り組みです。そうですね、子ども県議会は20年、うん、で、うん、稲妻ロックフェスはもう11年ということで、もうこういったいい取り組み長く続けていきたいですよね。そうですね、西川さん知事、そしてその子どもたちを見ててもね、心強いし、また期待感も湧いてきますからね、はい、我々も微力ですけれども頑張っていきたいなという気にさせられますよね、うん、そうですね、うん、次回の放送は2月2日、はい、保育士の働き方を知ってもらう取り組みをご紹介してまいります。保育士の方も頑張ってはるな、これまたね、はい、ちょっといろいろと知りたいことも多いですから、ぜひ次回お楽しみに、はい、それでは皆さんまた次回さようなら。